はい、ヒルビール法則ワケありダイエットウォーキングのマコネです。今日はすごい寒い。そう、三日月半月ぐらいの月様がね、斜め上ぐらいに見えるんだけど、ちょっとあれ写真撮っとこうかな。こんなね、震えながら収録するのは初めてかも。もっと寒い季節の時は、もうちょっと暖かい格好して歩いてたし、そう、昨日は暖かかったのに今日は寒いよ。そう、わかるかな？肌がカク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 ってる感じ。でもそれでももちろん、毎朝欠かさず片道40分歩いて、職場に向かってます。お風呂場に入ればあったかいのに、それまでが寒いのよ。そう、夏は暑いし、自転車で行けばほんと10分15分で着くのに。ま、自転車、そう、実は誰にも言ってないんだけど、ちょっと、回転塾から変な音がして、こりゃ、本格的に修理しないと、なんか、もっとどんどん悪くなっちゃうなと思って、今封印してるの。まあ、そんなわけで、今週のワケありダイエットウォークも、今日が最終日となりました。寒い。寒い。車にあったかいのなんか乗ってこればよかった。そんなわけで今日の最終日何を話しようかなと思うと思って、まあね、さっきちょっと出る前にパソコンを触りながら何話しようかななんて思ってたんですけども、今日は自家発電についてお話したいと思います。電気の自家発電じゃありません。人間の自家発電です。現在ね、YouTube も、Podcast も、まあ、どれもそうだと思うんだけど、動画内の規制は AI がある程度やってるみたいだとけど、音声はね、意外となんか縛りが緩い気がするんだよね。まあでもね、通報されれば一発だと思うので、まあ、G 行為のお話をしますが、G 行為で統一するか、G 行為だって一緒だもんね。G 行為を英語にすればマスターベーションだしね。まあ、マスターベーションで行こうか。いや、G 行為で行こう。今日は G 行為についてのお話をしていきたいと思います。なんでそんな話になったかというと、なんでだろうね。なんでだろう。なんか突然頭の中に、ひらめいて、まあ、G 行為の話をしようっていうことになったんですけど、そう。まあ、どうだろう。アクセスログを見ると、そう、私のね、このチャンネルのアクセスログを見ると、このワケありダイエットウォークね、意外と、女性の方が見てるの、聞いてるの。だから、まあ、どうなんだろう。まあいいや。いや、私は性別を超越した存在だからね、男も女も関係ないよ。どっちかに、忖度して喋るよりも、自分の好きなことを今日も喋っていきたいと思います。そんなわけで、G 行為についてなんですが、みんな G 行為って、やります？唐突すぎる。やります？私はやります。やりますというよりも、多分ね、G 行為を、自分で意識してやるようになってから、多分、一日も欠かさず、毎日やってるんじゃないかなって思ってます。多分ね、そう、私ね、熱出して病気で倒れててもやってたと思う。そう、で、そう、記憶にある限り、一
回もしなかったなんて日があるんだろうか。いや、ないと思うんだよね。で、それはパートナーがいてもいなくても一緒で、私は、まあ、寒い。そう、風もゴーゴー入るね、きっと。まあ、風が入ってひどかったら、今日仕事終わって帰ると、もう収録じゃなくて、明日の夜まで、明日の深夜まで、なんも予定ないので と、私とね、一番何もしないだらーっと過ごせる、ハッピーな金曜日なので、なので、まあ、その時に撮り直すとして、まあ、風が入ったらね、撮り直すってことで、今は喋りながら、てか喋らないと寒くて我慢できない。もう走ってきたくなっちゃう。うん、まあ、その自慰行為なんですけども、私自身は、まあ、ほんと毎日やります。それはパートナーいてもいなくても一緒。もしパートナーが一緒いて、一緒に住んでたとしても、トイレで、こっそりやってました。そう。うん。でね、私はね、正直言うよ。そう。パートナーとセックスするよりは、よっぽど快楽だけだったら、自慰行為の方が断然上だと思ってます。うん。だから、そう、快楽を求める自慰行為、意味では自慰行為が私の中で、今まで私が経験した中で、そうね、そう、上位3本目に入るぐらい気持ちいい。じゃあ1番目は何だっていうと言われるかもしれないけど、1番目はね、私ね、耳かきが一番気持ちいい。そう、みんなが痒いと思った時の耳かきほど、あれに勝る快楽は私の中ではない。そう、うん。あと、うんちした時に、もうほんと、スルスルスルっともう胃の中のものが全部流れ落ちるようなうんちをした時の、あの快楽もね、まあ、自慰行為に、匹敵するよね。というか、あの快楽は、お尻の穴でさ、エッチしてる時の感覚に近いからね。それ気持ちいいわな、みたいな。うん。まあそうなんだけど、まあね、どうなんだろう。セックスってさ、まあパートナーとセックスしたり、まあ、私はね、そう、まあ、誘われれば、誰とでも平気でエッチしちゃうので、そう、特定の人以外好きにならないとか、特定の人としか関係持たないっていうのは、私にはとっても理解できない世界の話なんだけど、うん。なんだけど、そう、セックスに関してはね、そう、なんだろう、快楽とは違う満足感があるんだな。そう、快楽と違う満足感があるから、まあ、セックスが、私はね、あんまり積極的に、誘われればもうノリでやっちゃうけども、まあ、自分から積極的にイケイケゴーゴーっていうことはなくて、まあ、基本的にさ、そう、めんどくさいと思っちゃうわけよ。そう、うん。でも、セックスはセックスで、快楽とは全然違う満足感があるから、まあ、大嫌いってわけじゃないけど、そう、めんどくさいだけで。うん。ただ、自慰行為は、もうほんとね、もう、どこまで自分の、快楽を脳に刻み込むかっていう問題よね。そう。だから、いろんな自慰行為を試した。人に聞き、友達に聞き、こんな風にやってるよとか言っととか、こんな機会があるよとか、こんなおもちゃあるよって言われるのは、もう片っ端だから、試して、いろんなことをしたけど、してきたけど、私が一番好きなのは、そう、勝手に妄想しながら、私の自分の手でするのが一番気持ちいい。
あのね、それなりに時間、あの、妄想、私の妄想はさ、妄想はストーリーがあって、ストーリーが進んでいかないと、完結しないわけよ。そうそう。だからまあ、それなりに時間もかかるんだけど、うん。でも、あの、私はね、大体、まあ今一人だからさ、一人暮らしだから、まあ寝る前が一番多いかな。そう。あとは、なんか考え事してね、止まっちゃった時。止まっちゃった時は、まああの、気分転換に、なんか食べるよりは、そっちの方が、まあ手軽かな、手軽っていうか、安上がりかなとか思って、やったりしちゃいます。はい。いや、ちょっと風が強いから、そう、風よけで、傘を差してみたけど、まあ、風よけで差してもさ、そこの前が見えないんだよね。そう、まあ、やめようか。うん。なんで、そう、本当に、ほぼ毎日。逆にもう習慣、もう本当、何よりも習慣になってて、まあお腹減ったとか、うんちしたいみたいな、まあ人間の三大欲求に直接関わるようなものじゃない中で、私の中でもう一番定着、定着してる。そう、なんだろう、日常的な日常行為になっちゃってるよね。うん、まあ私はそれで全然いいと思うんだけどさ。それで全然いいと思うんだけど、まあそれに話を聞いてて、嫌悪感を感じる人もそれはいるかもしれないね。そう。うん。いや、ダメだ。風が強くてとってもお話にならないな。そう。今日は残念ながら、この収録はまた後でということになりそうです。一旦収録を止めます。多分ね、橋渡ると風が一旦止まると思うから。はい、橋を渡り切りました。あれから10分、15分ぐらい経ってるかな。そう。で、さっきの話の続きからなんですけども、まあ、G コインも人それぞれね、いろんなやり方があると思うんですよ。そう、オーソドックスなやつから、いろんな機械使ったりとか、いろんなね、プレイの延長上だったりとか、そう、まあ、場合によってはね、人に言えないような、まあ、人に言えるようなことはあんまないかもしれないけど、ほんとちょっと、いや、それって、みたいなのも、まあ、あると思うんです。ただ、G 行為自体は、いろいろね、非常に脳にも、心にも、脳にも、体にも、いろんなプラスの影響があるものなんですよ。なので、特に、まだね、G 行為を覚えたての頃とかに、G 行為がどういうものかってことを正しくね、教えてもらえたら、多分男の子も女の子も G 行為で、そう、悩んだりすることって、もうちょっと減るんじゃないかな、なんて思ってます。うん、決して悪いことじゃなくて、脳科学的にもね、身体的にも健康的にも当たり前なことで、それが、もう決してマイナスなことじゃなく、プラスなことも、まあ、もちろんね、そうそう、もう四六時中そればっかりみたいな感じになっちゃうと、まあちょっとそれはそれで問題だけども、そうじゃなくて、身体的にも健康的にも、非常に有益な、部分もたくさんあるんだってことを、もっとね、ほんと、G 行為を覚える覚えないぐらいかな、と覚えたら、まあ、もちろん個人差あるけど、私の感覚的には、そう、高学年に上がる頃、そう、4年生ぐらいには、もう G 行為に関しては、しっかり、医学的な、観点も含めて子供たちにしっかり伝えてほしいなって思ってます。うん。まあ学校でってのも難しいかもしれないし、やっぱり家庭でっていう本になるのかもしれないけど、まあそこら辺はね、どちらがいいか私子供がいないんでわかりませんが、そう、もうそれを知ってるか知ってないかで、全然その後の悩み方っていうのは
性に関する悩み方って違ってくると思うんだよね。そして、まあ、捉え方も違ってくると思うの。そう。で、もっと先進めば、もっとね、自分の体をね、守るっていうことも、考え方も違ってくるかもしれない。そう。まあさ、私みたいにね、誰でもセックス OK よ、みたいな。いつでもバンバンおいで、みたいな。来るもんのコップまず去るもんぞ、追わず、みたいな感じだと、そう、なんかもう、あれ、お前が言ってもね、って話になるけどさ、そう。まあね、私の体と違ってさ、女の子の体はさ、妊娠のリスクがあるからさ、そう、妊娠のリスクは、やっぱり、しっかり対応しなきゃいけない、考えなきゃいけないもんだと思うんだよね。リスクというか、その背景もろもろも含めてさ、そう、その背景もろもろも、含むと、やっぱその、妊娠に関する判断とか考えは、ある程度、経験と年齢を重ねないと、しっかりした判断とかは、自分流のね、判断を、することは難しいのかなって、私は思ってるな。そこら辺、もう昔とは違うよね。そう、それこそ10歳、12歳で妊娠、初めて子供を産みましたみたいなのが、当たり前だった時代と今は全然違うからさ。そう。その頃だって自分で判断なんかつかないだろうけど、周りがそうだったらね、そう、私もそうかなっていう同調もあるかもしんないんだけどさ、でも今は全然違うから、そう、そこは、どうやって自分の体と向き合って、自分の性と向き合ってっていう、その入り口の一つとして、自慰行為に関しては、高学年になるぐらいに男の子にも女の子にも、しっかり説明してほしいなっていうのが、私の思いなんだよね。機会があればさ、私が喋ってもいいんだけど、私が喋ると露骨すぎるよね。そう。まあ、前はね、自分の友達のね、お嬢さんとか、息子さんとかがさ、そう、子供たち、あの子たちがさ、まだそれくらいの時に、うちら言いづらいからさ、のこちゃん教えてあげてよとか言って、振られて、友達のね、子供たちには、自慰行為の話とかしたことあるんだけどさ、そう、彼らはまあ、すっと受け入れるよね。そう、まあ、どっちかというと男の子の方がポワーって聞いてる感じ。女の子は、わかんないな、なんとも言えないけど、多分、自分の体のどこが気持ちいいか、わかってる。それが何かがよくわかんないだけ。そう、男の子より女の子の方がさ、情報通だからね。そうね。まあ、そんで、まあ、いろんな自慰行為があると思うんだけど、まあ、私の話に戻るんだけどさ、私は、やっぱね、寝る前に、することで、眠りが深くなる。もう、それはね、全然違う。データで出てる。そう。睡眠導入で、もう一番、確率っていうのは、最近もよく分かったんだけど、私、昨日のさ、キャットの中では、お風呂の話をしてね、ここはちょっとやばいな。風が強いな。この話はしたんだけど、お風呂入ってから、1時間以内に布団に入れて話してたんだけど、お風呂っていうか、まあ寝るときってお風呂から上がって徐々に冷えていく中で眠気が増していくの。だからお風呂入ってから、ちょっとね、涼しい感じで体が冷えていくと眠くなるということをさ、私はさ、いつの間にか利用してて。まあね、自慰行為するときさ、陰も悪いもさ、下半身はさ、露出してるよ。外に出てるよ。そう、そうすると、やっぱ下半身あたりが、いっぱいね、太い動脈が通ってるから、そう、だからまあそこから冷えて、全身体がちょっと冷えて、眠気が増すっていうのは本当らしい。だから、寝る前の自慰行為は、なかなかね、理にかなってるっぽいよ。そう。まあ、それでね、私は、ずっと、まあ、寝れてるっていうのが、本当のところみたい。まあね、16時間断食始めたときは、すべての習慣を見直そうと思ったから、しばらくね、寝る前の自慰行為はやめてたの。でも、そうしたらさ、やっぱ寝れないんだよね。で、
G 攻撃ってそれなりにさ、体力も使うわけよ。私の場合は、妄想力も使うわけで、頭も体力も使って、で、体も冷えて、スッと寝れる。最高じゃんって感じで、やっぱ重要なんじゃねっていうことを思い出したように、再開した。そう。まあ、そうしたらね、効果てきめんで、直前までパソコン見たりとかスマホ見てても、なんか脳がパソコンとスマホの絵を切りをなくして、なんかちょっとロマンスな感じのお話に切り替わって、もう、夢、頭の方から夢の中に落ちていくような感じで、すっと眠れるようになったのね。そう。これはさ、すげえわ、なーって思って、最近は、まあこれでいいじゃんと、いうふうに、全部、受け入れるようにした。うん。ただね、私が気をつけてるのは、寝る前に、他人の創作物の、まあそういうね、エッチなものは見ないようにしてる。うん。例えば、小説、漫画、ムービー、画像、いろいろあるけど、私は、なんだろう、他人の創作物を見ると、そっからイマジネーションを広げられるっていうことではなくて、なんとなくね、その作ってる人の背景を考えちゃうのね。特に、アダルティーな、動画とかは、あかんね、私の場合はね。そう、まあさ、一般に出てる、アダルトビデオ。うん。一般に出てるアダルトビデオは、まあ、全部やらせだから、どんなに現実っぽく、リアルっぽく撮ってても、リアルっぽく演出してるだけで、まあ、全部やらせだから、なんかその、やらせの背景まで考えながら見ちゃうんだよね。そう。女優さんにどういうふうに指示してるのかなとかさ、女優さんは、演技してれば演技してるんだけど、まあどうやってリアルっぽく演技してるのかなとか、まあそういうところをさ、なんか感じちゃうのよ。そう。逆に、私的には、もうこれ、フィクションだよ。フィクションでドキュメンタリーを撮ってるよみたいなものは面白かったりする。そう。うん。例えば、街中でナンパを装ってナンパしてホテルに連れ込むみたいなのとかは、なんか面白おかしく見れるんだけど、でもそれでも私は、寝る前にはそういうのは見ない。うん。あとね、あ、そうだそう。今はさ、日本中の AV 女優さんって、過去、男性なくて女性の場合ね、男性はそんなでもないんだけど、そう、女性の場合は、過去最高に人が多いらしいよね。そう、うん。ちょっとね、1年ぐらい前の情報だから、半年ぐらい前の情報だから、正しいかどうかわかんないけど、今、全国に AV 女優として登録している人は、2万人ぐらいいるみたい。そう。まあ、2万人で過去最大らしいのね。そう。ってことはさ、まあ、いろんなシチュエーションでいろんな撮影があると思うんだけど、まあ一人の AV 女優さん、これは無理ですって言ったら、まあ別の人に、じゃあ別の人に声かけるでいいわけじゃん。うん。だから、まあ作り手側としてはね、なかなかさ、際どくて無理なものも、アイディア次第で何でも撮影できるっていうような状況に今あるんだと思うよね。そう。そして、一時ね、去年だったっけ？ 1 年ぐらい前だったかな？AV 女優を守る法案がどうのこうのってことでさ、フェミニストのお姉様たちっていうか、おばさまたちがさ、盛り上がってたじゃん。私はあれ、はっきり覚えてないけど、何バカなこと言ってんだよ、このババどもとか思って見てたんだけど、うん、今はね、AV 業界、販売してる会社は、まあ、しっかりした契約して、女優さんの、身の安全もね、その後も、しっかりして、会社を営んでるから、まあ、普通の AV 業界で働く分には、何の心配もないと思う。うん、ただね、もちろんダークなところも、まあ、どの業界にもあるわけで、そういうのは今ね、チャット AI があるんだから、まあ、関わる会社がどういう会社か事前に調べることも重要だと思うよね。
でもそれ以上に何よりも問題というかダークすぎるほどダークなのは、アダルト系の動画共有サイトあるじゃない、いろいろ。まあ日本もいくつかあるし、まあ海外にもいくつかあるし、そう、ちょっとタイトル忘れちゃったけど、そう、そういうサイトで、まあ個人撮影でやってる、個人撮影でやってるもの、会社とは関係なくね、それってさ、もう、会社か個人かわかんないじゃん。うん、見てる方は。そう。だからまあ、まあね、検索して、そこの背景がどういうところかって調べれば、まあ、割合と簡単に情報は出てくるんだけども、そうじゃないとさ、そこがまあ、個人かどうかわかんないじゃん。そう。出てるのを見るだけじゃね。そう。そのね、個人じゃない、個人でやってる、その、エロ動画サイト、エロ動画共有サイトにアップしてる、まあ、人たちが結構やばいよ。うん。いろんな話聞く。うん。やばいよってことは、本当、半ばダマくらかして女の子引っ張り込んで、まあ、安いお金でさ、いろんなことをさせてるっていうのは聞く。うん。だからね、まあ、そういうように、そういうのに引っかからなければ、まあ、別に私はいいんじゃないかなと思ってる。うん。そう。でも、それもさ、ぶっちゃけ、わかんないわけじゃん。だから、まあ、これ聞いてる人の中で、まあ、AV 業界で働いてみたいとかいう人は、本当チャット AI かなんかでしっかり調べて、信用ができる会社に相談すればいいと思うんだよね。メール、多分メールでもいいしさ、電話じゃなくたって。うん。まあ、それは AV 業界じゃなくて、多分あれだろう。なんだっけ。ソープってあれなんて言うんだっけ。そう、キャバクラは違うな。まあまあまあ、アダルトな、お店の世界も、多分そうだと思う。アダルトの世界も、以前と違って、しっかり契約もできるようになってるしさ。うん。そんな、本当、私がね、ピンサロでさ、呼び込みしてた頃と同じような、そんな状況じゃなくて、普通に、大人な会社が大人な仕事をしてるよ。うん。まあもちろん、海外とかさ、海外の治安が悪いところとかはわかんないよ。日本だってさ、20年、30年前は違ったわけでさ、私がその、呼び込みってか、ピンサロの呼び込みしたりしてた頃は、まだまだダークで、ここでは言えないお話もいっぱいあるからさ、うん。だからまあそれを考えると、今は、随分安全にそういうお仕事ができるようになった。うん。で、まあね、じゃあ男性俳優さんはどうかというと、男性俳優さんはね、確か2000人ぐらいって言ってた気がするな。まあ女性に比べると全然少ないんだけど、まあ、体的にハードなのは男性の方なわけよ。そう、撮影のタイミングに合わせて、もちろん、タイミングを調整できなきゃいけないし、で、いつだって、撮影の時に元気にならなきゃいけないわけだし、そう、そう思うと、まあ男性俳優さんが少ないのも、まあ仕切りが高いというか、技術的なところがやばいということが原因なのかななんて思ってる。うん。まあそんなわけで、今日はね、ちょっと短めだけど、風の影響で橋の上で、私はちょっとね、収録できなかったから、まあ今日は、ちょっとここら辺で終わりにしたいと思います。まあ、今週も昼ビル補足、ワケありダイエットウォーク、最後までお聞きいただきありがとうございます。なんかね、週の最後はなんかちょっとね、まあ先週キャンプの話したんだっけ、で今週は自己の話をしたりして、なんだろうね、ちょっと変なテンションになりますが、また来週も月曜日から金曜日まで、毎日10時から配信いたしますので、皆さん楽しみに待っててください。なんかこんなテーマで喋ってくれよ、みたいなことがありましたら、コメントを残してください。私のわかることだったら好き勝手喋るし、わかんないことだったら調べて、さらに好き勝手喋るので、まあ、まこね節を、
楽しみにしている皆さん、どんなテーマでもいいので振っていただければ喜んで対応したいと思います。そんなわけで今日今週皆さんありがとうございました。まこねでした。バイバイ。またね。